約終わったなっていう、まあ、感じですね。はい、まあ、何かこう一生の思い出になるような、まあ、そんな大阪場所だったかなと思いますけど、まあ、いろいろ自分じゃ今どうにもわからない状態だからね。でも痛みは、ね、ないからですね。だから、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、なるべくならやっぱり巡業出るっていうのも、僕の使命だと思ってますし、行けるんであれば出る方向で、ね、ダメであればしっかり休むという選択もあると思いますし、まあ、今のところはちょっとわからないですけど、やっぱり一回一回ね、綱を締めるたびに気持ちも引き締まりましたし、綱を締めた瞬間何かこう体が清められるというかね、払われるというか、まあ、そういうのは肌で感じましたしね。それは思いましたね。